はい、どうもこんにちは。生物ハンターのヒロです。温浴ね、リクガメの温浴について話よくされるし振られます。温浴やってますよとか、温浴は週に何回ですかとか、その温浴の時間とか、ありとあらゆることを聞かれます。これはね、結論から言うとね、こう、どっちかに分けるとしたら、温浴はする必要はないって思ってる人です。まあ、常時、ファームの方であったり、お店であったり、ストック上等って言って、でその3つ合わせて常時1500匹ぐらい、少ない時でも600、700ぐらいはリクガメのストックしてると思うんですけど、そのどこででもそうですけど、温浴は基本してないです。で、うちが温浴するのは、温浴っていうか、温浴まがいみたいなことをするときっていうのは、体に汚れがついて、洗ってあげたいときぐらいですね。その汚れを落とすという意味以外での健康目的でやることはないってことです。まあ一応それでもね、場合によってはやることあります。自分の店で生まれた子、もしくは、うちがよそから仕入れてきた子、まあ輸入された子と、子とかでね、結構それがメインにはなってるんですけど、で、そういう子は、最初の1回だけ、温浴することが、全部じゃないですけど、あります。まあ、単純に言うと数が多い時ですね。数が多い時。まあ、その種類にもよるんですけど、例えば、もうその、まあ、売れ筋の亀っていう言い方をしたらちょっと、あれかもしれないけど、メインの亀っていうのあるわけじゃないですか。ギリシャリクガメ、ロシアリクガメ、ヘルマンリクガメ、ヒョウモンリクガメとか、そのよく売れる亀。人気な亀ですよね。で、この辺は、一回の仕入れで、だいたい、まあ、50とか、多い時であれば、100匹とか、うちに入ってくるんですよね。で、そんな時に、ここはね、経験によるところが大きいとは思うんですけど、輸入の疲れというか、移動の疲れとかで、全体的に見て脱水症状が出ているなと、思える時があるんですよね。目の輝きであったりとか、その、四肢のね、動かし方であったりとか、まあこれはね、正直ね、こう、直感的なものもあったりとかするので、ちょっと言語化して伝えるのが非常に難しいんですけど、後にも先にも飼育では、その時に一回やると、もう多分ほぼしない。ひょっとしたらね、その同じロットでもう一回することは、後日もう一回することはあるかもしれないんですけど、基本的には、なんかちょっと、そもそもね、極度な脱水を起こしているような子とか、あ、やばそうやなって子はまず仕入れないんで、安全の範囲の中のちょっと脱水気味みたいな感じの時なんですけど、通常言われてる温浴やるメリットっていうのが、まあ、排便排尿ですよね。で、体をきれいにするとか、活性を上げるとか、いう目的でやられることが多いんですけど、私の場合は、もうただ、水を飲ませるっていうためだけにやってます。やっぱりね、入ってきた時の1回目の温浴が、一番水を飲むんですよ。もちろん飲まない子はいます。飲まない子はいますけど、私が感覚的に、なんか脱水気味やなって感じてるぐらいなんで、めちゃめちゃ飲むんですよね。まあ、コツというか、これは個人のお客さんとかでも、真似はできるところだと思うんですよ、ここからは。例えばイベントとかで仕入れた時とかの、イベント疲れって亀してるんで、その一発目ですよね。まあね、イベント会場から連れて帰ってきた個体の場合と、私らみたいに海外から日本に入ってきて輸入された個体とでは、亀のね、脱水状況 であったりとか、疲労度合いとかも、もうそれはちょっとレベルは違うかもしれないです。自宅に持ち帰っての一発目と、私ら仕入れてきての一発目を、まあ同じと、同じぐらいだろうと仮定したときに、
その1回目の温浴が一番飲むっていうところがポイントで、まあ、適温30度とか、35度とか、それ、まあ、亀に温浴させる、その、体が冷えないぐらいの温度ですね、に合わせたお湯に、まあ、チャポンとつけるんですけど、施工側のヘリが、ちょうど水に浸かるぐらいなんで、まあ、首引っ込めちゃったら、水に浸かるけど、全然足は地面についてて、ぷかぷか浮いてないっていう程度ですよね。それぐらいの水深に合わせたところに、水深と温度を合わせたところに亀を入れるんですけど、ただの水道水を、まあ、温めただけのお湯にするのは、やめてた方がいいんじゃないかなと思っています。まあ私もね、そのケースバイケースというか、その個体を見てなんですけど、ただのお湯100%でやることは、もうほぼないです。そのお湯にいろんな栄養素を溶かしますね。まあよく使うのが、まあビタミン剤。ビタミン類ですよね。で、うちでは、水に溶ける水溶性の、まあ、乳酸カルシウムってやつね。で、あとは、糖分、ブドウ糖。これはもう単純なブドウ糖を使ってます。まあ、薬局とかで売ってる、本当に、ただの粉のブドウ糖。で、もしくは、うちはあんまり使うことないですけど、蜂蜜も結構いいと思います。蜂蜜も。ただね、ちょっと単価が高いんで、蜂蜜を使ってやることはないですけど、個人さんで1頭2頭飼育されるっていうんであれば、蜂蜜もいいんじゃないかなと思います。まあ、一個一個説明していきたいんですけど、まずまあ、ビタミンって言っても、まあ、世間一般の人で結構皆さん、もう今や健康志向の世の中なんで、ビタミンの知識っていうのは、皆さんある程度持ってらっしゃるんじゃないかなとは思いますけど、まず私は気にしてるのはビタミン C と A です。ついでにちょっとって思えば、まあビタミン D までやねんけど、まあビタミン D は正直、その時の段階ではそんなに重要性ないかなと思ってます。入ってきた手の甲とかで気にしてるのは、やっぱり病気であったりとか、ごっちゃで入ってきてるんで、いろんな感染症を移し合いしている可能性もあるし、風邪気味というか、くすぶっている子も、まだね、見た目ではわかんないけど、若干くすぶっているような子も、もういるかもしれないね。で、そういうことを考えると、ビタミン A と、C を重点的に与えるようにしてます。まあ、全体的な、まあ、一般的に言われていることですよ。ビタミン C は、免疫力を上げると。白血球とか、リンパ球とか、には多くのビタミン C が含まれてるっていうことなんで、ビタミン C を、まあ、補充してあげると、まあ、その動きが良くなるってことだよね。あとの、まあ、いろんな細胞とかが、まあ、より結合が強くなったりとか、するってよ。外部から入ってきた細菌やウイルスに対する抵抗力っていうものを、まあ、総合的に押し上げるものっていうので、ビタミン C っていうのは、入ってきた子にまず与えたいものとして、ビタミン C を入れるようにしてます。ビタミン C って、熱に弱いんじゃないかって思われてる方多いみたいなんですけど、いや、確かに他のビタミン A とかね、あとビタミン D とかもそうなんですけど、ああいうものに比べれば確かに、熱に弱いと思います。ただ、ビタミン C も、まあ厳密に言うと、まあ2種類ぐらいあるんやけど、普通の還元型ビタミン、まあまあ、ビタミン C やったら、温度に弱いと言っても、亀が温浴するような温度で壊れることはないです。60度とか、80度ぐらいの、まあ、もうほぼ熱だよね。それぐらいの温度帯でも、何時間とかやれば、ちょっと現象は見られるみたいです。ですけど、その亀が温浴するような、まあ、30度とか35度ぐらいの温度帯では、ビタミン C は、全然壊れないです。なので、これ入れても意味ないんちゃうかって、
言う方、いうふうに、そういうふうに疑問に思ってる方いらっしゃるみたいなんですけど、大丈夫です。まあ、ビタミン C、そんなに壊れることはないです。ただね、その、酸化型アスコルビンって言われてる、まあ、酸化したビタミン C ですね。とかなってくると、弱いんちゃうかなと思います。っていうより弱いと言われてます。私もそんな研究はしてないんで、本や何やかで勉強したまんまなんですけど、なので、私は、その、爬虫類用とかの、まあ、いろんなメーカーさんからビタミン、サプリメント、ビタミン系のもの、いっぱい出てますけど、私はあんまりね、そんなに使ってないです。持ってますから、使うときはありますけど、なんだろう、栓開けてからどれぐらい持ってるかっていう、一応賞味期限書いてるんですけど、なんかあんまり信用しないんですよね。結局、どう言ったらいいかな。購入してきたとしても、どういう状態でストックされてて、まあその自分の手元に来るまでどういう管理下にあったかがわかんないんですよね。だから夏場とかでめちゃめちゃ暑い、そのトラックや豚屋さんやを経由した液体のビタミン剤であったりとかも、まあ爬虫類用のやつとかね、果たしてどれだけの効果があるのかなって。用冷蔵のものやったら、まあまだあれなんかなと思うんですけど、ちょっと私はその辺が疑問なんで、まあ十分、ちょっとこんなに言ったらメーカーさん怒られるかもしれないですけど、効果あるんかもしれないです。その上での販売なんかもわかんないですけど、ちょっと私その辺がちょっとよくわかんないんで、私はまあ人間用の、ビタミン剤を使うようにしてます。で、次ビタミン A なんですけど、まあビタミン A は、まあ基本的にそんなに日常生活っていう亀の日常生活で言うと、まああんまり欠乏症っていうことになることっていうのは、まあないと思います。さっきのビタミン C っていうのが水溶性のビタミンで、ビタミン A は脂溶性ビタミンと言われてまして、まあ与えすぎると、ちょっと過剰症を起こす可能性が高いと。言われてるビタミンです。そのね、日常的にありとあらゆる食べ物にビタミン A っていうのは多く含まれてるんで、まああんまり欠乏症にはならないとは言っても、まあイベント会場であれば、場合によっては木曜日ぐらいからご飯とか水も、まあ6スポ与えられてないという可能性もありますし、輸入の個体であったら数日間、もしくは数週間、場合によっては、まともな水とご飯をもらってない可能性もあるんで、直ちに与えたいと思ってます。ビタミン A の効能というか、効果というのは、まあ、目鼻口だったりとか、喉であったりとか、まあ、そういう粘膜とかを保護する、役割を持ってます。で、まあ、言うてもね、人間も亀も一緒です。やっぱりね、亀のトラブルでもよくあるんですけど、目開かないとか、まあちょっと喉腫れてるとか、気管支っていうか、この目の周り、顔の周りぐらいから、やっぱり病気になること多いんですよ。なんで、この辺が最初の、まあ病気に対する細菌やったりウイルスやったりの最初の防衛ラインやと思ってるんですよね。で、ここを、第一の防衛ラインなんで、そこをまず強化したいんですよ。そういった意味でビタミン A を上げて、まあ正直ね、そんなことやっても意味ないかもわかんないです。意味ないかもわかんないですけど、やっぱりね、そこでしっかりビタミン C、ビタミン A を補充させておいたら、うちでストックするその後に大きく影響が出てると思うんですよ。最初の1回目の時に、これさっきから1回目って言ってますけど、最初の仕入れてきて、またもしくはお迎えして1発目の温浴の時に、お湯でやった場合と、そういう栄養素とかを考えたスペシャル風呂に入れた時とでは、成長度合いっていうか、立ち上がり具合っていうか、に大きな差が実際出てます。それはうちでもちゃんとデータ取ってるんで、うちでは一応出てます。で、あとはね、ブドウ糖ですよね。ブドウ糖。これはまあ、ブドウ糖はね、細かく説明する必要はもうないと思います。もう単純に栄養です。初見ってなっている子に、まあちょっとブドウ糖を与えて、で、素早く吸収される栄養素なんで、ちょっとシャキッとしてもらおうかっていう意味で、乾ききった体を潤すために、私はもうブドウ糖を溶かしてあげるようにしてます。
そうですね。そういうのを使って、まあ水使って。で、正直ね、どれぐらいの量を溶かしたらええんやっていうのを、ここまた悩むとこやと思うんですけど、正直言うと、ここはもう適当です。適当。いつもうちは洗面器でやってて、はい、これぐらいね、これぐらいねってやっちゃってるんですけど、洗面器ぐらいの大きさで、まあ、亀とか水深にもよると思うんですけど、うちでやったら、まあ、ブドウ糖であれば、もう本当にね、ティースプーン一杯ぐらいピッて溶かしてます。一匹につき。で、洗面器ぐらいの大きさで水ちょっと張って、洗面、あの、えー、ブドウ糖をスプーン一杯ぐらい。で、ビタミン剤も、まあ、爬虫類用のやつを使うっていうんであれば、まあ、書いている量よりは、だいぶ多く入れてるかなと思います。まず、なぜね、ビタミン C は基本的に過剰症になることはほぼないんです。だからビタミン A に限っては過剰症があり得るので、ビタミン A はそんなに入れてないです。容量っていうのが必要説明書に書いてるんで、人間よりは代謝が悪い生き物なんで、まあ人間と同じぐらいの量やったらいいんちゃうかなって勝手に思って、人間の量よりも、まあ、入れてもいいんやろうけど、人間で使う量よりもちょっと少なめの量を、まあ実際溶かしてあげてます。ただそれは結局溶かしてなんで、結局その子たちが口に摂取するのはさらにその量より少ない量になるんで、まあで安全なんじゃないかなと思ってやってます。で、またこの詳しいね、量とかっていうのを、本当はお伝えした方がいいんだろうけど、それはね、もうちょっと突っ込んだ動画の方で、うちはこの分量でやってますっていうのは、まあ出したいなと思いますんで、今日のところはね、その3割ぐらいのそんな感じで やってるっていう感じでやらせてもらってます。で、ついでに、ビタミン D とかもあるんですけど、その時の段階では、まだそんなに、あってもなくても、そんなに差はないかなと思ってます。最近の方とかは、ちょっとまあ皆さん勉強されてるんで、カルシウムの吸収とかに役立つっていうこととかも知ってはると思うんですけど、まあ入荷したところで最初にシャキッと免疫を上げるっていうので意味で言うんで言えば、最初に別に特別急いで入れる必要もないかなと思って、まあ入れたり入れなかったりっていうぐらいでやってます。こういう時は温浴をするっていう話ですよ。これは。今話してるのはね。で、冒頭にも言いましたけど、私は、定期的な温浴はする必要はないと思ってる人です。そもそも、温浴なんてものが自然界でできるチャンスがないと。偶然水たまりができてて、その段階で温浴に、みたいなことを自然界でもすることもあると思うんですけど、そういうのは正直偶発的に起こることで、人間が週1とか週2回とか、そう定期的に行うっていうことではないと思うんですよね。まずね、大体の人は温浴をやるメリットなんですけど、まあ、尿酸であったりとか、うんちであったりとかを、いっぱいしてくれると。あと、餌食いも上がると。温浴をした後はもりもりご飯食べてくれるんですって、おっしゃる飼育者の方多いんですけど、それはね、ちょっと私違うなって思うんですよ。いや、そもそも温浴をしないともりもり食べないっていう状態がおかしいと思います。別に温浴なんかしなくても、もりもり餌食べます。私が思う推測するに、自然界ではめったに、あの子が住んでるところではそんなにバーって雨降ったりとか、温浴とかをできる環境ではないんですよね。日常的にね。なので、雨が降った時は、とか水たまりであった時とかは、一種のね、興奮状態になるんですよね。もう恵みの雨や、みたいな形で、うわーってなる、多分なるんですよ。本能的に。で、体内の老廃物とかを一気に出して、体の中の液体を入れ替えようとするんですよ。ガーって。野外ではその水が貴重なんで、彼らは汚れた水であったとしたって、体の中に、まあ、とどめてて。で、だから、無駄に水分を使わないように、私たちみたいにおしっこを出すっていうわけじゃなくて、尿酸っていう形を出すようにして、水分を節約してるわけですよね。消費する水分を体内の。だからこそ、
雨やったり水やったりとかでテンションが上がるんですよね。それを日常的にやると多分ね、温浴やってる子らって成長率、実はね、日常的にやってる子らってこれうちでもデータ取ってるんです、データあるんですけど、成長率悪いんですよ。あの子たちは、まあ、植物質食べてるんで、植物の細胞壁、セルロースとかを分解して吸収するのに結構時間がやっぱかかるんですよ。なので温浴をすることによって排便を流されるって言って喜ん、うんちいっぱいしてモリモリして喜んではるかもしれないですけど、まだまだ栄養が取れたにもかかわらず、もうその本能で強制されてもう出しちゃうんですよ。まだもっと栄養取れたのに、まだ未消化やのにっていうものまで出ちゃうんですよ。でお腹すくから食うっていうんです。これだからずーっとこの悪い循環が繰り返されていってると思うんですね。もちろん脱水症状を起こさないようにちゃんと飲み水であったりとか、食物から水分取らせてあげるっていう風なんで、水分っていう意味で充実している子、日常生活の方で充実している子の方が圧倒的に、成長率もいいと思います。なんで温浴はさせて、便目的っていうのはどうなのかなと私は思います。ただね、これもね、ケースバイケースで、例えばね、飼育が難しい種類であったりとか、餌食いがどうしても上がらない子、そういう子を私らであれば胃にチューブ挿管して、必要な、一日に必要な水分であったり、食物だったり、まあ栄養素、まあそういうものですね。一匹ずつ入れてあげたりとか、そういうことはするんですけど、そういうことがなかなかできないっていうのであったら、せめて水だけでもっていうことであれば、温浴から、せめて水飲ます。まあ、それを治療医療行為と呼んで、呼ぶレベルなのかどうかはわかんないですけど、そういうことをやった方が、延命っていう意味ではできることはできるかもしれないですね。確かに。病院であったりとか、私らみたいにその胃にチューブ通して餌あげるとか、栄養取らせるとか、そういう手法ができない方は、ひょっとしたら温浴っていうのが、ひょっとしたら現実的な、できる範囲のことなのかもしれないですね。なので、でも私の中で許せるのはそこまで。別に、病気もしてない、調子も特に悪くないって。で、そういう子を習慣づけてね、温浴するっていうのは、あまりいい飼育方法ではないんじゃないかなと、私は思っております。これをするとね、言うとね、相談者の方の中では、うち温浴しないと、うんちしないんですとか、もう3日してないですとか、1週間してないですとか、おっしゃる方いるんですけど、まあ、正直ね、3日ぐらいであればそんなにかなと思うんですけど、1週間2週間ってなってくると、まあ異常やと思います。でもそれはね、そういう風に癖づけさせたのはその飼育者さんです。なんでちょっとずつちょっとずつ温浴の回数を減らしていって、で、あまりにも、ね、出なかったら、まあ、また温浴する、そういう癖ついちゃってる子はするしかないんかもしれないですけど、できるだけ、温浴をしなくても、うんちができるように、ゆっくりとまた戻して、本来の状態に戻していく努力をしてもらった方がいいんじゃないかなと、思います。まとめると、まあ、温浴は、まあ、汚れを落とす目的でやるのと。で、入荷、まあ、導入した、お迎えした時の1回ぐらいはしてもいいんじゃないかなと。で、日常的に習慣づけて、それ決めてやるっていうのは、できれば控えていただきたいと。まあ、久しぶりにちょっと温浴やってみようかとかいうのをランダムでやってもらう分には、全然いいかなと。もしくはそれやったら逆にいいんちゃうかなと思います。まあ、個体にもよると思います。あとこれをこの話、亀の種類にもよると思います。多湿系の亀やったりとか乾燥系の亀やったりとか、ケースバイケースあると思うんですよ。非常にコメント難しいんですけど、まあ、ただうちはインドホシガメから
地中海系のリクガメから他にもいる乾燥系のリクガメにしても基本的に温浴っていうものはしないです。例えばヒョウモンリクガメとかに至っては年に1回もしないと思います。で、ホシガメをうちで養殖したリクガメとかは卵から帰った時は確かに1回しますけど、それ以後は、してないです。だからうち一番古株のインドホシガメとかだったらもう10年ぐらいいるインドホシガメとか、他のカメでもいるカメいますけど、人生っていうかカメ生っていうんですかね、1回とかぐらいしか温浴してもらってない子がほとんどやと思います。でもそれでも、飼育繁殖もできてますし、欠席とかを起こすこともなく、長生きさせれてますんで、この方法、まあ、全ての方に当てはまるかどうかは分かんないですけど、やらないと死ぬとかやらないと調子が悪くなるとかいうふうに思い込んでる方がいらっしゃるんで、決してそんなことはないですよっていうことを、お伝えしたいなと思いますね。もう思いつきで喋ってるだけなんで、あんまりまとまりが悪いとは思いますけど、まあでも言いたいことはなんとなく伝わったんじゃないかなと思います。またよかったら何かの参考にしてみてください。ありがとうございました。